はい、ですね、今日は久しぶりにですね、こういう汚れたホイールをきれいにするという方法をやってみたいと思います。うちで、販売しているですね、このブルーパールのですね、ブルーハードの方ですね、これを使うときれいになるっていう話なんですけど、これすいません、商品なんでこれ見本です。で、うちはあのこっちの業務で使ってるのはこれですね、はい、なんでこれに入れてあるかっていうとですね、あの落っことしてそのペットボトル壊しちゃったやつとかみんなこれに溜めてるんですよ。だからあのすいません、中身は同じなんですけどね、まあこうつけて、まあこれキッチンペーパーです。そのうちはそのなんかこう汚いやつで使うときはですね、もうキッチンペーパーでガシガシやっちゃいます、はい、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ほら、もう汚れがどんどん浮いてくる。うん、全然色違いますね。こういう梨地のところも、まあ、こういう黒い点々はね、サビなんでちょっとこれじゃなかなか落ちないですけど、あの油汚れをですね浮かすので、こうかなり色が綺麗になってくるのはお分かりいただけただろうか、ね、で僕今素手でやってるんですけど、あのバイクっていろいろとんがったところは多いので、できればあの軍手つけてやらないとですね、あの怪我しますんでね、はい、こういうところ の、 あのスイングアームを使いますんでね、はい、ちょっと見えるところだけで申し訳ないですけど、よっよっ、あ、こんなに落ちた、はい、という形で綺麗になりますので、はい、あのブルーパールホワイトベースで、インターネットで買えるのはホワイトベースのみです、はい、なのでイベントとかでも持ってってるんですけども、送料込み、1本買うとですね、めっちゃいっぱい入ってるんで、あの控えめに言ってあの1年は持ちます、はい、3年ぐらい持ってる人もいるんですけども、はい、会社はいかがでしょうか。車にもお使いいただけます。もともとボディ用なんで、あの僕ホイールの汚れがよく落ちるんでこれよく使ってるんですけども、あのワックスの代わりにボディに使っていただいても構わないです、はい、というわけで、ブルーパールどうぞよろしくお願いします。